かつて超人は伝説の中だけの存在だった。しかし今それは現実になろうとしている。航空機と新しい形の通信手段は世界をより小さく近いものにするだろう。しかしその代償は、政治や生活様式の違いに起因する衝突は今や世界中で発生している。耳障りの良い主義主張が氾濫する中で進むべき道を見定めるのは容易ではない。国民の父ガンジーよ、その慈悲の心を失うことがなければあなたは真の友に恵まれよう。巨大な像に乗った兵士たちを率い、インドの民を守るのだ。あなたの信念は平和と調和をもたらし、広き心はあなたが望む変化を世界にもたらすだろう。